はい、では、やあ、ロアルのタイガトラです。はい、アルバイドジンノです。こんばんは、はい、こんばんは、どうもどうも。今日も荒髪をむしゃ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 食べていこうと思います。思います。チパチパ、ナイス。可愛いね。ヒム上手。うちのヒムの前に立たないでください。いや、虎の前に立たないでください。やるんだったら自分も踊りな。そんなダサい踊り踊りたくないですよ。あ、ん、さあ、じゃあ今日もね、ストーリーの方を続けてやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ジンノさん、マジで交換してくれなくなって早3回目なんだけどさ。当たり前じゃないですか、そんな人のプライバシーを。鬼のように周回してるよ、絶対。人のプライバシーを探るような真似をする人に渡すわけないじゃないですか。ひどいね、フィム。どっちがひどいんだか。フィム踊り続けちゃってるじゃん。え、なんで。バグっちゃって。ああ、うん、行くか。はいはい。うん、タムハムさん、こんばんや。こんじんの、そんな挨拶はない。いつも言ってるでしょ。いやーって言ってる。もう定番のやり取りを、しかもそっちでやるのってなんなん。わかんないでしょ。ねえ。この下闇、メビさん、こんばんは。こんばんはです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ゴトイーター3、やっております。何です。ストーリーですね。はい。はい。お読みください。前回は、なんか深淵に到達したんですよね。なんだっけ。そうそうそう、前回なんか一応大団円を迎えたように見えた。うん、ストーリーは終わりかと思ったら、思いきやなんかホワホワした感じの船のミュージックになりまだ続くようです。まあ、仕事はたくさんあるということなんでしょうかね。うんうん、ということで、ね、ミッションランク6、紹介担当交代のお知らせ。先日口頭でお伝えしていましたが、本日から2週間ハウンドが紹介担当です。ハウンドって何ですか。我々。あ、なるほど、こんな名前です。我々のコードネームです。あ、はいはいはい、なるほどね。うん、観音レーダーには不審な点は見受けられませんが、領海外では海域濃度の乱高下が確認され、現在調査中です。よろしくお願いします。こんな仕事が調査を兼ねて依頼されてんな、これは。こんな仕事があったんですね。うん、サラリーマンは辛いぜっていう感じですね。なるほどなるほど。はようさんもこんばんや。あまさけさんもこんばんや。こんばんはです。でね、メビさんがね、チュートリアルが終わったのねって言ってる。なるほど、ここまでがチュートリアルだったのか。あ、モンハンの村クエが終わったみたいな感じ。そうですね、こっからか。まあ、結構ここまで簡単でしたからね。うん、炎の武器持ちました。私は無属性。なんかね、武器いっぱい使ったらお金なくなっちゃった。まあそうでしょうね。ほら、スキルインストールあるじゃないですか。うん、あれのせいでこうスキルは揃った武器しか使いたくないんですよね。なるほど。虎のさ、この銀乙女が魔炎なんですけど、はい、ベノム3つついて毒乙女がまなんです、ほぼ。あー、なるほど。いいな、毒炎みたいな感じになって。状態以上結構いいっていう話を聞きましたけど、うん、そう、なんかフィムがホールドがついてて、うん、結構ホールドにしてくれてるから、あれ便利ですよね。確かユーゴが不活化、うん、がついてて。そんなんですね。うん、え、ここ敵なんでしたっけ。はばきり。ああ、はい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 、あれ、ほらあれですね。UFO が飛んでた。真っ先に突っ込むじゃん。小型がいるからちょっとやだなと思ってたところだったのに。そうなんですよ、 UFO さんすぐ突っ込んでっちゃうんですよ。で、突っ込んでたのにさ、マインスパイダー芝居てるし。いらっしゃいませ、青田。うん、マクグラの赤さん、こんばんは。こんばんはです。待って、危ね危ね。私はちょっと組むの相手をしてますわ。なんか今、フィムが降ってきたんだけど。フィムが降ってきた。吹っ飛ばされたフィムが降ってきた。
あ、これはちょっとまずい、これはちょっとまずい、これはちょっと、あ、ちょっとどいてどいて、あんたどいて。よいしょ。今リンクバースどこまで行った、うん、あらららら、発生が開始、いらっしゃいましたのだ。よいしょ。ガムリン、おー、痛い痛い、よく届かなかった。お、どこだっけ、あ、どこ見てんのなんかこの幅切り、あ、これまずい、頭がおかしい、おかしくはないと思いますけどねあ、危ない危ない、ありがとう、うん、どこ行った、うっそ、いて、よいしょよいしょよいしょ、うーん、さすがに爆運したい、爆運したい危ないよ、え、これ私狙われてる、うっそあー死んじゃったか、いやーさすがにね、はい、ありがとうございます、起きて起きて、ちょっと狙われてると分かんなかった、よいしょ、あれ使いたい、ほいほいほい、ナイス、ほいほい、壊せ壊せ、ほい、カマキリを破壊しろ、ほいほい、ガードが間に合わないよな、ジャンプ攻撃はよいしょ、ハウンドワン、ハウンドワンはタイガーさんでしょほら狙われてた、今全然あれだけど見てなかった、うん、よいしょ、あとちょっと、荒神沈黙寸前です、おお、いやー、ガード、あ、じゃあガードはダメだこれガードダメとかわかんない、すごくないですか、いや、あの攻撃はガード効かない攻撃じゃなかったでしたっけ、これわかんない、その範囲がガードの上から削り殺されるんですよ、転んでます、ナイス、まだまだ余裕ですね、マバキリ、よし、お水飲むのだ、一休みと行こうか、必死でアイテム集めてるやつがいるどっち通ってきたか分かんなくなっちゃった、私は分かっているのでこれに行くメイユで、よし、こっちにフィムが、ん、フィムどこ行った、チームここにいるよ、あれ戦ってる、あーそっか、ザコがいたからあー痛い、今日の水やり完了なのだ、水やり芸になっているうん、もやしさんもこんばんや、いらっしゃいませ、こんばんはです、高難易度バンバンって、高難易度に入ってきたのかな、どこランクどこまで、7まではあるみたいですけど、それ以上あるんですかね、じゃあ今6だから、あとちょっとしかないじゃん、もうそのあとちょっとがすごい大きな山になるんじゃないんですかね、なるほど、でなんかさ、解放されてないやつもありますよね、あーなんか追加ストーリー的なものありますよね、うん、エピローグかなんかでしょうか、うんうん、港のねお友達は学校なんだって、学校あんの、学校楽しそう、うん、分数あるよ分数、学校自体はそんなにだけど、給食は楽しいね、楽怪奇捕食作戦に使われる対荒神の結成兵器オーディンだっけ、うんうん、うまいことフェンリル本部の地下プラントからサルベージされた後情報の更新がなくてな、まあ、下っ端にはね教えることではないということではないでしょうか、
作戦に向けた回収の進捗は良好ってことしか伝わってこないんだ。いいんじゃない。少し気味が悪いくらいなんだよな。考えすぎじゃない。リカルドさん、ガキどもはもう心配しなくても大丈夫だな。クリサンセマムの施設は本当に充実している、うん、さて問題は俺たちだ。いつまでもイルダに甘えるわけにもいかない、うん、今は格安で曲がりさせてもらっているが、ちゃんと俺らの港を建てる算段を建てないとな、うん、大基地の情報はどこも重宝してる。しばらくはこいつで俺たちのブランドを確立するぞ。ブランド、確立したブランドを武器にどう事業を広げていくか考えることは山ほどあるが、ゆっくりやってこう。こいつさ、牢獄で一緒に育った割にいろんなこと考えてんな。もう経営者の顔になってますよね。え、どうしたんユーゴ、そんなやつじゃなかっただろお前。悪い悪いみたいな言い方してますけどいいことじゃないですか、ちゃんと成長しているということを。いろいろちゃんと考えんな。でも曲がりしてる関東運だけで生きてけまあまあ、なんで得意技はね、謝罪とお願いですから土下座謝罪と土下座ですが、メビさんが、あ、まだチュートリアルだったかって言ってる。なるほど、まだまだなんですね。まだチュートリアルだって我々、まあ、メインストーリーが終わるまではって感じですかね。じゃあにゃほー、同じ港といってもその内情は実に様々。ここにいるとそれを実感する。バランの頃は毎日が競争だった、生き残りをかけた競争。そんなに。バランはある意味この世界を生き抜いていく上で最適化された港と呼べるのかもしれないな。怖っ。ただ私はこの港のみんなと生き抜いていきたい、そう思えていること自体が幸せなことだと思うんだ。このエンディング、エンディングみたいな感じですけどね、この言い方。ジーク、ショーのやつすっかり元気になったよな。よかったよな、本当よかった。こんなに元気だったの。うん、あいつは今自分の人生を歩んでる。それが嬉しくてたまんねんだ。お父さんお兄ちゃんだね。お兄ちゃんか、ジーク。そうだよな、弟いっぱいいるもんな。ニールのことは心配ですけどね、トラは。十分あいつはあいつでしたたかに生きてるからよしって思ってんじゃないんですか。まあね、あの場所もちょっと空気が悪いけど幸せそうではあるよね元ペニーウォートの子供たちみんな良い子だっていつも報告が来るのよ、うん、あなたやユーゴが面倒を見ていたおかげかしらね。みんなあなたたちが戦ってくれているから絶対に迷惑をかけないって。偉いね。泣かせるじゃない、あんなに小さいのに。泣かせるぜ。いい子たちなんですよ。こないだリルいなかったんですけど、リルお前どこにあった。いや、何さ何かしたみたいな言い方はやめなさい。ただただ単純に見かけなかっただけじゃないですかこないだあの会に来てなかったんだが、リルが仕事に出てたんじゃないんですか。そうなの、ゴミ拾いに。どうぞ。キース、昨日の食事、兄ちゃんまだ怒ってるかな。玉ねぎ嫌いなの忘れてたのは悪かったけどさ、子供じゃあるまいし文句言うなよな。毎日毎日好きなボンばっかり食えると思ったら大間違いだよな。ねえ、神野さん。こういうご時世ですからねこういうご時世ならそうですけど、まあ、そういうご時世でないんだったら別に好き嫌いは問題ないですよねえ、神野さん。嫌いなものばっかりで夏休みになっても給食食べ終わらない、夏休みになっても給食食べ終わらないことないでしょどんだけ食べ終わらないのせめて昼休みにしなさい。夏休みはないでしょ。ひどいよ、1学期ずっと給食食べさせられてるってことじゃもう腐ってますからな。さすがにひどい。さすがにファーミングシミュレーターだよ。 お疲れ様です。なんと今日は翔くんが来ています。え、どこ行った。どこかにいると思いますので声をかけてあげてくださいね。それでは今日の仕事はこちらになります。ちょっと待って、探してくるわ。待って待って、翔いるんやったら声かけてくるわ。ちょっとホープさんとこかな、ロビー。ああ。あ、いたいた。クレアもいたじゃん、翔。まあ久しぶり。久しぶり。僕は元気だったよ、みんなのおかげで。勉強も頑張ってるんだよ。クリサンセマムには学校があるんだ。偉いな。僕研究者になろうと思ってさ。この状況で
お前ゴッドイーターになんないの、うん、なんで研究者になりたいかって、それはまだ教えない。なんやねお前、何のために腕輪がついてると思ってんだ。働かんかい。翔くん元気そうで本当によかった。そっか、研究者になんの。美味しいものいっぱい食べて元気になったのかな。うん、お薬もいっぱいあったんだろうね。メビさんの時代、俺らの時代はずっと居残りだったよな、食べれないとって言ってる。つらい。もはや虐待よ。そのシステムなかったんだよな、トラんとこは。うん、うん、なんか食べれなかったら食べれないでいいみたいな感じだった。あー、なんかでも先生によって変わったりしません、うん、そうなのか。なんか納豆絶対食べれないからさ、いつもなんか隣の席の男子にあげてた。もらってくれるんならね、無駄にはならないし、うん、いいですよね。そうそう、苦手なやつとか人参とか。人参嫌いなんですか。人参あんまり好きじゃないんですよね。ピーマンもあんまり好きじゃないんですよね。彩香さん、なんだかんだ言いながらあんまり好きじゃないこと多いじゃないですか。いや食べれますけどね。あー、なるほどね。頑張れば食べれますけど、できればいらないみたいな、ね、頑張ってまで食べるもんじゃないですよね。そうそうそう、一人暮らしだったら絶対買わないなみたいな感じ。はいはい、わかる。うんうん。あー、衣装が増えた。マジ？見てないや。さっきの戦いで？多分ランクが上がったからかな。あ、本当だ、昼って書いてあった。夏休みに見えたわ。フォントが小さいから見えませんでしたね。老眼というより近眼ですね。うん、しゃーなし。乱太郎さん、やいとこは人参の芯の黄色いとこだけ嫌いでした。細かっ。じゃあさ、なんか鼻の形みたいにくり抜いた人参の外側、くり抜いた捨てる方は食べれるってことかな。違いが分かんないですけどね。見た目の問題。全体的に嫌だけどな、トラは。私人参は割と好きだし、あのグラッセにしたやつとか特に好きですけどね。マジ、すごいね、神野さん。いや、人参なんてみんな食べるじゃないですか。す、見直したわ、ちょっと。見直すようなことでもないですよ。そんなに好き嫌いしてると神野さんみたいになっちゃいますよ。喜ばしいことですね。ぜひなっていただきたい。分数ができるようになりますよ、神野さん。そうなの、人参食べたらできるようになるのか。そういうこと、そういうこと。なるほどね。メビさんは、今以上に昔はパンが苦手で、給食でパンの日は憂鬱だったよって。いや、それはトラがもらってあげたいわ。あ、でも給食で出るコッペパンはあんまり美味しいとは言えないかもしれません。え、どうだろう。あ、どうかな。でも美味しかったよ。うん、美味しかった記憶がある。美味しかったよね。うん、普通に食べてた記憶があるから。うん、まあまあまあ、美味しかったよ。まあね、あの好みは好き好きですから、特に食べ物は。うん、ね、埼玉県の給食センターのパン美味しかったよ。いや、そういうものもある人は美味しいと思っても、別の人は美味しくないって感じる、それが食っていうやつなんで仕方がない。確かに、それはそう。うん、はい、ストーリーいきます。あ、差し替え定期。なんか言った？うん、うん、大丈夫よ。はい、差し替え定期紹介、定期紹介中止？ああ、うん。現在中止なんだと思った。現在担当してもらっている紹介任務ですが、北西方面での海域濃度変化が調査対象になったため一時凍結になりました。パウンドは現地の確認と調査をお願いします。荒神と遭遇した場合は即時殲滅を。わかりました。結局倒せっていう話ですね。いつものやつ。うん、オッケー、どうということはない。敵の属性見んの忘れちゃった。私は無属性だから大丈夫。炎で言っていいと思う？大丈夫、なんとかなる。横浜市の箸が折れるハンバーグでも。そうなの、かわいそう。そんな硬いの、箸が折れる。どういうことなの、そんなん食べさせられてんの。最近の子供はほら顎が弱いって言うから、うーん、やっぱりその辺をね配慮して
鍛えさせてんの。そうそうそう、大事だと思います。いって、まあでも横浜のやること神奈川のやることはねちょっとあれですから、ね、うん、そう、神奈川ちょっと変だからね、住んでて言うのあれだけど、ほんとねほんと変だからさ、ほんと変ですからね、うん、いつもさ、神奈川県警がさ、トレンドに乗るたびに次は何やらかしたんだろうって本当思っちゃうから神奈川はね、そう、うん、警察と教育委員会がちょっと、おっともう教育委員会が行かれてるから箸が折れるハンバーグ出してんの。ああ、なるほど、教育委員会が、教育委員会がメニュー決めるの、決めるのかな、わかんない、見ててもおかしくない。あ、こっちはビームが来るやつ、あったか、めくられたか、かぶりー、この人が来るときは空中のうんたらに、どこまで行くねお前、スーッとおらんようになったやんちょっと大型イルもいるんですけど、はーい、やりまーしょう。え、オーガテールだけではなかったわ。あ、アックスレイダーもよく覚えてますね。うん、かわいいからさ。かわいくはないなぁ荒髪ですよ、小さくて。昨日さ、ひたすらさ、はい、アヌビスのことをかけぼすって呼んでたら、甘酒さんに名前覚えてあげてって言われたかけぼすって何パッケージボスだからパッケージ見てないからわかんないのにパケボスとは呼ぶんですねパケボスって、あとパッケージのに出てる荒紙だよって前言ってたから、まあ、確かに言いはしましたけど確認はしてないからな。あー、死んじゃいそう。ユーゴー違う、よいしょよいしょ、なんかユーゴさん止まってない、大丈夫、今は止まってるだけでしょ回復中をもらいに来たら止まってたな自分で回復しろって言ってんですよ。わあ、びっくりした。痛い痛い痛い、こっちに来るんかい、突進すな、どうしよう、ちょっと回復中出してくれませんかね、誰かヒムかユーゴの近く行って、近く行ったら出るの待ってらんないから、あ、出たわ、本当だ、でしょ、うちの子たちいっぱい持ってきてるから、ああユーゴが降ってきた、またそれ、こうしてこれちょっとさ CP、 あ、これかイム、この人ほんとやりにくいね、ツッコンしたい、おー、ナイス、この人そうだ、顔壊さないといけないな、ホールドだ、そうだ、顔だ、よいしょ、顔叩くの大変なんですよ、飛ばないといけないから、何のために銃を持っているというのですか、あー、この人も属性何なんだ、ユーゴさん、あー、サンキュー、あ、これ、こっち顔じゃなかった背中打ってた。わかり。痛い痛い。ちょっと待ってこれ、かええ。ちょっと待って、障害物貫通は卑怯じゃない？そうなの？ええ。いいの。人間の会。よいしょ。ユーゴどこ行った？あ、やばいやばい。ユーゴどこ行った？あれか。墜落せよ、また障害物貫通してなくないか、あれ壁、うん、そうですか、場所の問題かな、うん、するところもあるみたいな、あー、そういうバグ、飛ぶなや、ほんと時間稼ぎ、現行為はバンですよ
遅延行為とダジャレはバンです。あ、しまった。待て待て。うーむ。ほんとこの人はやりにくいね。あ、なんか壊した。壊れました。あ、ダメだ。もう無理じゃないかな。せめて核でも壊すか。はだー。 ありがとう。美しい顔のままだ。よいしょ。エンゲージ。あ、しょうがないね。偶像。この人の V 破壊は本当難しい。狙わないと。うーん、怖い顔ですね。この人は割とホラー。シェイツさんもやーいらっしゃいませ。こんばんは。グレープにいるが、長身をむしゃ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 。すぐに戻ってきてって言ってる。グレイプニルがうんたらかんたら言ってましたけど、何かやらかしたんですか。聞いてなかったわ。怪しいな。グレイプニルのことまだ信用してないから。あ、これだ、これだ。よし、いいね、黄色だね。豪華そうに見えますけども、もう、もう1ランク上があるから、その時は何色になるんでしょうね。ね、今ない色ってなんだ。赤出たでしょ、青出たでしょ、紫出たでしょ、緑もあったよね。あえて黒。あー、なるほど。あら、あ、何があった？まずはこれを見て。テレビ。ついに我々は人類に残された最後の牙、オーディンによる怪奇捕食技術を完成させた。しかし、その技術を支えるのは怪奇への対抗適応能力を持つエイジ適合者たち。彼らの肉体そのものが触媒として必要なのである。触媒。オーディンに登場し海域を捕食すれば、その触媒となったエイジ適合者は消失する。こういうの触媒って言わんのよ。そんな無茶苦茶な。この事実は我らにとって重く、そして慈悲のかけらもないことは承知の上である。だが人類の未来を預かる私にはこれを伝える義務がある。すべてのエイジ適合者に私から私の言葉で伝えなければならない。エイジ適合者の諸君、この混迷の時代を照らし闇を切り裂く刃となれ。諸君らは人類の未来を担う英雄なのだ。何それ、命令。常に我々はこの地域で登録された全てのエイジ適合者の所在を徹底的に調査整理させてもらっている。その数約1000人。なんだよそれ。俺たちに死ねってことか。エイジ適合者の諸君らにはこの大陸を救った英傑として子々孫々語り継いでいくことを約束する。我々グレイプニルは人類の未来を守るため海域捕食作戦を強固な意志で推し進めることをここに宣言する。あ、なるほどね。まるで賛同しないエイジは人類の敵だと言わんばかりの言い草ね。今の本当にあの人卑怯なやり方だ。逃げ場を徹底的に潰しやがってでしょう。映像動いてないの怪しかったよ。あなたたちの、なんで静止画なの。動く必要なかった。いや、これは普通にやるんじゃない、あの人なら。
ピースも？あー、オーナー、港に封鎖命令が届いています。すでに私たちの港の周囲にはグレイプニルの海域踏破船が多数展開されている模様。ネズミ一匹逃がさないということね。周到に準備されていた電撃作戦だったんだわ。招集でもイルダ、トラとジーノさんいなかったよね。今まで本当に世話になったな。俺たちいた？エイジはここを出ていた。え、招集だな。うん。ああ。さっきのリスト。何台か上の方にいたんじゃないですか？待ちなさい。ロールした後だったみたいな。初動の判断ミスは取り返せないものよ。うん、だが、もたもたしている時間はない。エイミー、全クルーおよび港のエイジの子たちに招集をかけて。みんなに大事な話があるの。了解しました。大変だ。急転直下ですな。殺されてしまう。ここ荷物をまとめないと。逃げ出す準備をしろってことね。今そわそわする。そわそわするね。あ。あ？ムービー入っちゃった。あ、本当だ。本船の乗組員にお知らせします。至急ブリッジに集合してください。作業中の乗組員は手を止め、10分以内に集合してください。繰り返します。乗組員は至急ブリッジに集合。乗組員いるの？我々やろ。ああ、そういうことね。うん。集合しますか。じゃあ、あえてここで逃げ出すっていう選択肢があったりして。みんなどこいるんだろう。みんな集合してんのかな。執務室。あ、今ブリッジに行かないとって出た。あ、なるほどね。強制ですね。なんかされる前に逃げ出すべきですけどね。みんな、今ルルいた？グレイプニルの通達は聞いてるわね。ルルいるよ。この港を代表して子供たちおるやん。先の通達に返答を行います。我々クリサンセマムの返答は、断固拒否。誰一人としてエイジを差し出すことはしません。大丈夫イルダさん。今回はこれより全てのエイジを乗せてグレイプニルの警戒網を突破、この領域を離脱します。おい、ちょっと待て。そんなことしてあんたの港はどうなる？そうね、経済的報復か、あるいは武力恫喝か、何にせよ孤立するでしょうね。危険すぎる。何の得もないじゃないか。私の港よ。その意思は私が決める。人類の反逆者？上等よ。港のみんなの同意は得られている。うちの子たちはこんな圧力に屈するほどやわじゃないわ。ゴッドイーターもエイジも私たちも、もちろんフィムもリール、姿形や能力に差異はあってもここで生活を共にする家族よ。誰かを取って誰かを捨てるなんて私にはできないし、するつもりもない。何より私は自分の意思を売り渡すことはできない。自分の意思、わかるかな？いるだ。フィムが新しい言葉を覚えた。あなたの意見を聞かせて。エイジという立場ではなく、このキャラバンの家族の一員として家族の誰かを生贄に捧げろと言われて、家族なん？おいそれと差し出すことができる。我々も結構半端な立ち位置なんですけどね、ここでは。そうなんですよね。イルダ、ありがとう。俺たちはこの船を守る。どんな奴らが来ようとも
指一本触れさせない。タワーディフェンス始まっただよな。ここでついに人間対人間の戦いになっちゃうわけ。うん、やっぱ人間が一番怖いよ。人間むしゃむしゃしちゃうの。しちゃおう。ちょっと待って、グレイグレイの人間がいたわ。行きます。スパイ怪しい。いいんだな。怪しいぞ。今度こそ戻れないぞ。本当に戻れないぞお前。私はみんなと一緒にいる未来が正しいと思うから。あ、まあイルダならね、普通に再雇用してくれると思いますけど。うん、これでダメって言われたらクレア泣いちゃうよね。帰りなさいって言われた。血も涙もないってなる。身内と部外者の差が大きすぎるんだよ。ね。これより。あ、向こう側座ってますかな、うん、さあ、うん、エンディフロー確率対回避核壁ダイソーおよびミカルドさん、ここで働いてたんだ。まあでもあそこの椅子が空いてるなと思ったら実は使われていたんですね。オラクル探知システム正常。進路上の回帰濃度 0.02ppm 許容範囲内。行くぜ。対回避核壁閉鎖完了。戦隊周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。ここから先はどうあっても茨の道よ。だけどみんなと一緒なら乗り越えていけると信じてる。イルダ・エンリケスはあなたたちの決断に敬意を表すとともに全身全霊をかけて共に歩むと約束するわ。かっこいいこと言うじゃん。海域踏破船クリサンセマム発進出発。やったぜ。ここであれなんですね。俺驚いたんだ。元彼のあれが出てくるんですね。あー正直クリサンセマムのみんなが俺たちに味方してくれるとは思ってなかった。ユーゴは人を信じないな。俺たちなんかのためにって心のどっかで思ってた。俺たちはついでなんじゃないですか。クリサンセマムにもエイジはいたでしょうし、うん、いつの間にかエイジの奴隷根性が染みついちまってたのかもな。奴隷ですからね。ジークやルルたちもきっと同じこと考えてたんじゃないかな。ね、本当に本当それ恵まれてるな、うん、俺たちは。こうなったら俺たちは守ろう。人間をむしゃろ。この船を守る。それグロい話になってくるな。うん、生き残るためには仕方ないね。うんうん。アニクスパイなんてできるほど器用じゃないクレアさんだからってメビさんが言ってる。まあそうなんですけど。まああの人確かに全く器用さがないよね。うん、なんか向こうのお偉いさんの娘だったし、ね、そうそう、みんな一緒だね。嬉しい ね、 そうだね。みんなやる気満々。フィムも頑張るマン。頑張ろう。頑張っ本当に頑張るからな現場では。うん、人間が敵なら心配ないよ。まずは包囲網の突破か。この後がない状況久しぶりな気がするな。総督には言ってやりたいことが山ほどあるが今はそれを考えても仕方がない。どこまでも抗ったや抗ってやろうぜ俺たちらしくな。なあ、まあ、でも総督だってまあしょうがないところはあると思うんですよね。まあ立場的にねそうせざるを得ないから。全くもう男って本当わかんないの。何え何の話。こんな一大事だってのになんでみんなのほほんとしてるのかしら。主語大きくしすぎよ。ダメよ。怒っとるやん。すっげえこれが海域踏破船なんだのほほんだな。確かにさっき乗ったんじゃないの。しまった部屋にドリルを忘れちゃった。まあ、いつ取りに帰れる。テストもうすぐなんだよな。テストドリル何の話だ。学校行ってるからねこの子たち。ドリル持って。うん、僕たちなら平気だよ。みんなと一緒なら大丈夫って知ってるからさ。そうだね。そうだね。ん、錦さんどうもこんばんはです。いらっしゃいませ。錦さんこんばんは。いらっしゃいませ。グレープニルがその気ならこっちにも考えがあるってな。うん、俺はイルダンの先生に感動したぜ。こうなりゃとことんやるしかね。そうね。
とりあえずまああれだ、なんとか逃げる。うん、でも俺らは負けて逃げるわけじゃね、仕切り直してカウンターだ。なんとかなるよな。なる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 よ。やってみせる。そうだだよな、そうだよな。とにかく腹くくるしかねえってことだよな。やってやろうじゃねえか。ん、そう、なんとかなるよ。大丈夫大丈夫。リカルドさん、リカルド装備整えてんの？出ないよお前は戦闘に。いやいや、人間相手なら行くんじゃないの。一回もまだ戦わせてないからね、トラ。忙しくなりそうだ。我らが女神様の一世一代の大博打だ。さあ俺たちにできることをやろう、今すぐにな。はい、グレープニルに退職申請は出しておいたよ。まともに受理されるとは思ってないけど。そうね、大丈夫。よく考えたら私、グレープニルとの関係を断っちゃえば結構身軽なんだよね。私はみんなと一緒に行く。自分が正しいと思うことをしたい。うん、お父さんもお母さんもきっとそれを望んでると思うから。両親死んでんのか。怪しいんだよな。うん、もとよりグレープにいるとはそういうこういう組織だったな。我々エイジを生み出した時もそう。人類存続のためなら多少の犠牲は厭わない。この命は全体のために使うべき。バランでも散々と叩き込まれた考え方だ。なるほどね。だが自分の命の使い方は自分が決める。この船でもらったこの信念を簡単に曲げるわけにはいかないな。まあまあ組織ってそういうもんだから、うん、闇深やでほんま。でもここだって同じようにこう人間の数は少ないけど組織ではありますからね。キース、え、キースいた？うん、ラボ、ラボ。どこまで行っても俺たちを使い捨てる気なんだな。まあそう簡単に行かせるかよってね。バックアップは任せといてよ先輩。先輩？先輩だったっけ、うん、いつも先輩って呼ぶよね、なんか。大体なんとかなるからよしって誠一さんが言ってる。個人主義が極まると人類全体が死滅しちゃうからね。全体主義もほどほどに必要なのよねって。そうそうそう、バランスなんよね。うん、じゃあ神野さん死ぬ？いや、その辺はオーディン乗っちゃう？いや、もしかし、いやですね、いやですね。うん、なんかたまにさそういうのあるじゃん。なんかそういうロボットアニメなかったっけ？僕らのかな、あ、そう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 、うん、乗ったら死ぬやつでしょあれ。そうそうそう、ちゃんと見たことないんだけど、うん、あれもだって犠牲になっていく、ね、命の使い方の話。あの状況なったらさ、うん、乗る？でも乗らなかったら死ぬんよ。うん、まあ、乗っても死ぬんですけど ね、遅かれ早かれではあるってことでしょ。ええー、まあでも乗ったら死ぬのは自分だけで済むかもしれないっていうところがあるから。自分が死んだらもう意味ないと思うんだよ。そうね、うん、まあそうそうそうなんですけど、まあその使い方をね、うん、どうやって使っていくかっていうのが何人かの子供たちがあれこれ考えるっていうお話ですね、うん、なかなかいい。まず総督が乗るべきじゃない？あの人英知じゃないから。思ったけど、あ、そっか、今から適合させた方がいいんじゃない？総督できてるんだったらもうしてるんじゃないんですかね。あいつ適合できねえタイプか。まあ古い人間ですしね。うん、イルダさんが一応いますよ。あ、本当ですか。うん、あわわわわあわわ今もうエイミーと話して、浦方さん、12年前にバスの運転手の給料が高いって言いがかりをつけて給料を下げた結果バスがなくなりかけてますねっていうのは、これ横浜の話ですね。割と有名な話ですよね。そうなんだ、うん、バスあんま乗んないけど、バス確かに本数少ないなと思う時あった。ああ、横浜に限ってはないと思いますけどね。どこもバス会社は大変だから。そうなんだ。グレープニルとて我々を簡単に360度包囲できるわけじゃない、うん、この周辺にある未踏の地には大概怪奇種がいる。だから彼らも迂闊には近づけないの。あ、はいはい、うんうん、我々はあえてその怪奇種がいる場所を通る。全く怪奇種が敵か味方かわからないわね。とにかくあなたたちの働きに期待しているわ。任せといてください。倒していったらその後ついてきそうですけどね。確かに。
でも通った後すぐ怪奇種産んでほしいよ、うん、でも追いかけてくるにしたって向こうの手数ってどんなもんなんでしょうね、うん、大船団そんなにここぞとばかりバラン出てきそう。あでも、うん、バランのあの変な人は困っちゃったんでしょう。あそうですね、どうだろう師匠が仕切ってるのかな。師匠エイジだっけ。師匠エイジじゃない。じゃあ狙追われるみたいな。アクセルトリガー使ってたんじゃない多分。あはんはん、ルルと戦うとき。いやあの人も多分追っかけられてるってわけですね。うん、ユビさんもおそらくエイジ用の変色因子組み込んだら総督さん捕食されちゃうってあいつその程度だったか。まあまあでも偉い人だからそんなねリスクを負うわけにはいかないっていうことよ。うん、氷だ。はい、はい、ということで緊急現領域離脱線のオーナーの発表に伴い本線はこれより全ての通信を遮断した上で緊急出航します。一時的に船内で様々な不具合が生じますが、それはそれ、それはそれ。すぐに全力で復旧に当たります。力を合わせて警戒網を突破しましょう。はい、頑張ろう。通信遮断する意味あんのかな。なんかいらん電話かかってきたら鬱陶しいからじゃない。ああ、なるほどね。理解理解、うん。絶対止められるじゃん。そうね。行くって言ってるんだから黙っとけっていう話ですね。そう。氷にしていこう。いろんな武器使える。よし、OK。なんだっけ、ドリルの人とサソリだったかな。氷20丸のやつあったんだけど。いや、なんか新しい武器出てたな。355か。355か。20丸ってどう違うんだろうな丸と20丸まあ20丸の方がより効きやすいっていうことでしょう。属性補正が大きくかかる、つまりダメージが大きくなる可能性がある。なるほど。じゃあ、うん、この変な金メッキかけるの失敗しちゃったみたいなやつにしようこれはちょっとダサいですねうん、そうなんですよ。なんかあんまり使いたくないんですけど。しゃあなしだよ。うん、氷と雷20丸なんだもん。2つあるのはちょっとなんかずるいな。私もそういうの欲しいなんか2つの武器もう1つ出たよ。あれ闇と氷、うん、何カマってそんなに優遇されてる。神と氷、うん、あ、ここは懐かしの、うん、久しぶりですね。ヌアザと戦ったところですね。ヌアザ通信が生きてるってことは追跡をかいくぐれないってことなんじゃないかなって。メビさんがそっかそっか。あ、おるじゃん、もう。え、あ、ほんとだ。ちょっと今、雲と遊んでるから待ってください。爆発するー雲逃げてる。まあいいか、逃げたやつは許してやるか。いや、許さないよかわいそうだよ。やめてあげてよ。後から襲ってくるんだから。敵は人間だけだよ。おいしい。でも、人型がじゃあ人間と戦うことにはさすがにならないと思うんですけどね。うん、荒髪の方が美味しそうだしね。いやどうかな、美味しそうではないかな。あ、ちょっとここカメラが良くない。痛い。え、あ、また変わったモーションしだしたな。食べよ。なんかもう一人いるんですけど。何が？ドリルが。あ、どうもです。いるね、後ろにいたわ。ユーゴさんどこ？回復中どこ？
人のことを回復中呼ばわりしないでほしい。ユーゴさんナイス。そう、2人いるな。こっちの、おーっと、いてー、こっちの、うっそー、今の後ろから当たるのずるくね。なんでな、ちょっとお前、後ろから変なのが来てる気がする。うい、ちょっと話したいですね。いていていて、ナイスナイス。トラクル反応弱まってます。よいしょい。あ、倒した、ナイス。思ったよりも体力が低め、なんか浮かびられてる。痛くないかな。いや、ちょっとあれ、ちまった、エンゲージしてなかったと思います。こいつか、まあいっか。おいおい、おい、おい、いやーな、おい、食べとく、おい、おい、おい、逃げないで。あー、まずい、ゲージが。ありがてえ、これはガンガンタイム。はい、回復をちょっと打ちます。わあ、ありがとうございます。ドリル壊れましたよね。うん、確か壊れましたね。あらららら、うわわわわわ、あ、ユーゴ。ありがとう、ユーゴ。いい人だな、ほんと。回復中をいっぱい持たせて。ちょっともう弾切れだ。リンクバース狙いづらいったらありゃしない。回復飛んでいかないか。あれ、どこ行った。あー、まずい。あー、回復中大好き。嫌いな人いませんけど。よし、固まってる。お、ドリル壊れた、ナイス。うーい、回復中頼りなところがあるな。うん、回復中が頼りです。まあ言うてまあまだもない。回復中ホールド頼り。わざわざ NPC が回復中を置いてくれるなんて、ちょっとなんていうか優しすぎる気もしなくはないですよね。外すじゃあ。あー、いいですよ。神野さんには与えないようにっていう指示できない。それずる、自分だけ。それはずるでは。虎は回復中が欲しいよ。おお、インキラ、いろいろ出る。よし、うん、ゴード、はい、フリーは出ませんけど、やっぱりそんなことをしている場合ではないということなんでしょうね。そうですね、寄り道してる場合が、ああ、大抵のことは受け入れる、そうは思っていたが、まさかグレープミルに立てつくことになるとはね。うん、悪いわね、付き合わせちゃって。あの子たちの思いに応えたくなっちゃった。
あそこで自分を曲げるような玉じゃないでしょ、あなたは。ありがとう。とりあえず時間稼ぎの情報かく乱はやっときました。港の方はしばらくは大丈夫かと。でもってアインさんの港には秘匿回線で状況を伝えておきました。あ、手が早いのね、さすがだわ。めんどくさい仕事は後回しにしたくないたちなんでね。いつもそんな役回りばかりでごめんなさい。私はあなたに頼ってばかりね。縁やで、惚れた弱みだから。結構付き合い長いのかしら。俺の望みはそれだけです。リカルド。ま、こういう後悔もまた新鮮でありってことで。どうせなら楽しんでいきましょう。ええ。よろしくね。なんか雰囲気出していくじゃん。よろしくねの時でもイルダさん笑ってなかったな今。まあ、上司としてってことなんでしょうね。包囲網突破、やる気満々、頑張るマンは強いぞ。何頑張るマン、どっから来たの。アンパンマンの仲間かな。サイは投げられた。元より引き返すつもりなどないが、この肌がひりつく感じ嫌いじゃない。問題はここからのルートをどうするかだな。うん、そうなん。ひとまず第一関門突破かな。グレープニルの先端から距離は取れたけど、想定よりルートが少し南側に流されてる。うん、大丈夫かな。どうせ行き先ないんでしょう。うん、喋りたい絵に。え、一応まあ。あ、そういうことか。次の目的地はアインさんの港でしたよね。ええ、航路はどう？乗させてくれるんだ。グレープニルの勢力が検問を張っている可能性を鑑みると、この状況での選択肢は一つ。山越えのルートですね。山越えのルートって、それって禁忌指定されている航路じゃ。問題ない。俺たちがいる。良きじゃん。グレープニルとドンパチやるよりは。気も楽だしな。思い出した、エイジ食いだ。エイジ食い、この航路が禁忌指定される原因となった海域種です。エイジを必要に狙う性質を持っていて、グレープニルでもずっと問題視されていました。エイジ食いに遭遇したキャラバンはいずれも搭乗員のほぼ全てを失っています。結局死ぬの我々。なんとも物騒な話だな。その最後の航線記録がこの辺り、ちょうどこの船の取ろうとしているルートと重なります。今がえへってなってマジかよ。どんな化け物なんだか。だが行くしかない。ああ、引く理由にはなんねえな。この程度の危ない橋はいくらでも渡ってきただよな。この程度の程度を見誤ってませんかね。変わらないですね。うん、わかんないじゃんね。ああ、どんなやつか。相変わらずクレイジーな船さ、ここは。そういうわけだ、ビルだ。時間がない。なら優吾だと思うな。わかったわ。エイジ食いに遭遇しないこと。フラグ立てるやん、イルダさん。よくないよ。そう言いながら、エイミー、次エイミーに話聞いたら、出るんでしょう。うん、分かってると思うけど、あなたたちがいなかったらこんなルートは選ばないわ。そうだ、期待させてもらうわ、その実力をね。ナンバーもろともよ。そんなに危険なら追尾もしてこないな。行くぜって誠一さんが。まあ行くけど。そうか、今度はエイジ食いか。たく人も荒神も寄ってたかって、俺らって人気者だよな。だよな。美味しいのかもね我らはね。エイジ食いか、なんなら情報を俺たちで集めて商売道具にするのもいいかもな。お前がいれば負けることは想定に入れないさ。甘いよ判断。うん、本当に相変わらず無茶ばっかりだね。返す言葉もないです、うん、でもみんなと一緒ならこんな状況でもなんとかなるって思えるよ。任せてください。失
要にエイジを狙うとはいろいろな習性の荒神がいるものだな、うんうん、危険なやつには違いないが私たちならやれるさ。え？うん、イカルト、イカルト言った。ああそういえば何度か情報が流れてきたことがあったよ。エイジ食い、波の人気使いじゃ5分も持たないとかなんとか、と言ってもお前さんは波じゃなかったな、母。そうね。危険なルートではありますが、行くと決めたら進むまでです。ミッションを確認してください。本当だ、山越えてるわ。火雷、これそうな、まだ出ないのかな。常時戦闘配置のお願い。ダスティミラーへ向かう。ダスティミラーはこの先にあるのかな。アインさんのとこね。グレイプリの、グレイプニルの網に引っかからないようあえて先行、航行制限下のエリアを通過中です。その分危険な荒神が多数報告されている地帯を通過することになります。パウンドは常時戦闘配置をお願いします。了解です。まだ出ないか。それでは行ってらっしゃい。なんか前までのあの和やかな BGM がなくなってしまいましたね。緊迫してんね、すっごい。出るのかな。エイジ食い、お母さんたちはフィムが絶対食べさせないぞ。かわいいね。フィム食べてきたらフィムが先に食べるぞ。フィムが真っ先に食べられそうですけどね。そうだね。でもエイジ食いは荒神を食べないのかな、人型を。どうなんですかね、食べそうですけど。影虎さん、こんばんや。いらっしゃいませ。ごめんください。どうもどうも。